日清食品ホールディングス日清食品冷凍日清食品冷凍株式会社は日本の冷凍食品製造販売会社日清食品ホールディングスの100%子会社2008年10月1日9日清食品の持ち株会社制以降に伴い冷凍食品事業部門を独立し新たに設立された9 日清食品は1986年グループ会社として NS 冷凍食品株式会社を設立。翌1987年冷凍食品事業に本格的に参入し、主に冷凍麺を中心に展開してきた。2008年には日清フーズを参加に迎え、中華惣菜、ヤムチャ、デザートなど多岐にわたる商品を提供していくようになる。 同年、新会社設立に伴い、総合冷凍食品会社として、事業開始。キーワードは、品質と、安全、安心。社名は、日清冷凍食品ではない。他2014年12月、日清食品が製造していた、パスタ商品、日清スパをプレミアムブロッコリーの入ったエビの、トマトクリームの一部製品に、 ゴキブリが混入していたことが分かり、具材に使用している野菜から混入した可能性が高いと判断、当社が対象製品を回収する事態となった。ありがとうございます。